こんにちは、心理カウンセラーの高野です。朝方物音で目が覚めることがなくなり、十分寝たはずだけれど日中眠くなってしまいますという相談を受けることがあります。まずは朝方目が覚めなくなったっていうのはいい方向ですよね。ただ日中眠くなるとしたら、もしかしたらまだちょっと眠りが全体的に浅いっていう傾向があるのかもしれませんね。この辺を和らげてもっと深く眠れるっていうところまで進んでいくといいですね。ただ睡眠はあまりこだわりますとかえって気負ってしまって眠れなくなる方向に振りやすくなりますから、まずこだわりがないといいですね。まずは朝方ちゃんと寝ていられるようになったということはいいことだなっていう達成点をまず褒めるとかねぎらうってことをしていただきたいですね。徐々に体質改善でより深い眠りになっていけばいいかなぐらいの、緩いけれどもそちらを目指すぐらいの形で引き続き取り組んでくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。